じゃじゃん。相変わらずこの、水郷巡りの川沿いに歩いているんですけれども、ようやく標識らしきものが、西の湖、豊浦湖まで 7.4 キロというのが出てきます。と聞いたからとて、どれぐらいの距離感なのか、今時こうつかめないんですけれども、相変わらずね、皆さんドライバーの方、親切にね、エールを送ってくれます。安野おっさんも元気に歩いてます。結構このシーズンっていうのは、あれですかね、修学旅行とかが多いのかな。結構ね、観光バスで他府県から来てる人がいてね、なんやなんやっていうふうにね、見てくれる人が結構多いですね。かなり観光バスが、コースにもこの辺がなってるんかな。安野さん、これでね、写真なんか見に撮ってくれてると思うんで、全国に顔が知れていくんちゃうかな。